鈴木康平は、東京都武蔵村山市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内。現在は、オリックスバファローズの育成コーチを務める。中学生時代には、東村山リトルシニアでプレー。東海大菅生高校を経て、東海大学へ進学すると、首都大学リーグ戦で、遊撃手部門でのベストナイン3回、首位打者1回などの実績を残した。 大学卒業後に三菱重工名古屋へ入社。チームメイトに高木隼人がいた。2015年の NPB ドラフト会議でオリックスバファーローズから7巡目で指名。契約金2700万円、年俸800万円という条件で入団した。三菱重工名古屋からは前年の高木に続く NPB 入りで背番号は40。チームには 同性の鈴木優が所属しているため、スコアボードなどに、鈴木昇という表記を使用した。2016年には、同期入団の大城康二、杉本博史太郎と共に、春季キャンプを一軍でスタート。レギュラー遊撃手、足立良一が海洋生大腸炎で出遅れたことを背景に、新人野手では、唯一、公式戦の開幕を一軍で迎えた。 開幕にカード目の対北海道日本ハムファイターズ第2戦8回裏から三塁手として一軍デビューを果たすとおよそ1ヶ月にわたって一軍に帯同6月中旬に一軍へ復帰してからは内野の守備要員へ定着する一方で公式戦でのスタメン出場も経験一軍公式戦全体では45試合に出場し二塁、遊撃三塁の守備をこなした 2017年には2年連続で開幕1軍登録を果たすと4月1日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕カード第2戦で9番2類種としてスタメンに起用1軍公式戦への出場は通算73試合で前年を上回った主に3類の守備要員や代奏として起用されたが打率は081にとどまった同年オフには 生命の読みが同じ鈴木康平がチームに入団したが自身の表記や登録名は変わらず鈴木康平が K 鈴木という名前で登録された2018年には3年連続で開幕一軍登録を果たした後に2度にわたって1軍と2軍を往復した8月8日から一軍に定着し守備固めやダイソーとして後半戦で出場機会を増やしたが 一軍公式戦への出場は、プロ入り後で最も少ない43試合にとどまった。シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸1200万円という条件で契約を公開した。2019年には4年連続で開幕一軍登録を果たした後に、3度にわたる一軍と二軍の往復を経て、8月1日から一軍に定着した。 一軍公式戦には58試合に出場。守備固めに加えて、代打に起用されることも多かったため、通算の打席数は、前年を大きく上回った。通算安打数と、打率もキャリアハイの成績だったため、シーズン終盤のインタビューでは、翌2020年へのさらなる飛躍を誓っていたが、レギュラーシーズン終了後の10月22日に、球団から戦力外を通告された。 この通告を受けて、同月31日に、現役を引退することを球団へ申し入れた。オリックス球団から戦力外通告と合わせて、コーチへの転身を打診されていたことから、現役引退の申し入れを経て、2019年11月1日付で、野子コーチ補佐に就任した。背番号は84。2021年シーズンからは育成コーチに、配置転換。 巧みなグラブさばきや正確なスローイングなど高い守備力の持ち主で大学時代からプロ級の評価を受けていた。2018年1月に大学4年生の時に知人の紹介で知り合った愛知県出身の2歳年上の一般女性と結婚していたことを同年のシーズン終了後に発表した。ありがとうございます。